第19回アジア大会中国、広州、30日、杭州運河スポーツパーク体育館、女子シングルス準々決勝で、早田ひな、23、日本生命、が台湾のエース、定位シズ、31、をゲームカウント4対2で下し、銅メダル以上が確定した。今大会、早田は団体と合わせて2つ目のメダルを獲得。 女子シングルスの表彰台は2010年甲州大会の福原愛、銅メダル、以来、日本勢13年ぶりとなった。テイトの対戦成績は国際大会で3勝2敗と早田が勝っているが、今年の3月の WTT スターコンテンダーゴアで敗れていた。第1ゲーム、立ち上がりは相手の強打に7連続ポイント奪われ、自分のペースをつかめず7対11と最初のゲームを落とす。 第2ゲームは相手の強打を警戒する早田は台上の短いボールで自分から攻める展開に持ち込みたいが、相手のサーブで崩され8の11と練習された。第3ゲームはレシーブから積極的に攻め、徐々に自分のペースをつかみ11の6と奪い返す。第4ゲームは7、9と相手にリードされるが、早田がコースを突き1点差に迫ったところで相手がタイムアウトを取る。 そこから相手の打ちにくいところを攻め、レシーブから迷わず攻めていき逆転で11球と連取し追いつく。勝負の第5ゲームは相手のディフェンスに苦しむが、早田は相手の打ちにくいところを攻め、甘くなったところでコースを鋭角的に打つ展開で、接戦の末12から10とメダル確定まであと1ゲームとする。第6ゲームは3対9とリードされるが、サーブの出す位置を変えてタイミングをずらし、 カウンターや得意のフォアハンドが炸裂するなど、8連続ポイントを奪って大逆転。勝利が決まった瞬間、早田はガッツポーズで喜びを爆発させた。準決勝は10月1日に行われ、勝てば1994年広島大会の小山知レ以来の決勝進出となる。